さて、えー、ピュシスとノモスの、えー、二項対立っていうことが、えー、テーマになってきたわけですね。えー、ソフィストたちによって、えー。でね、このソフィストっていうのは、まあ、どんな人がいたか、えー、プリントにもちょっとだけ名前が書いてあるかな。えー、で、えー、この、えー、ソフィストの中でね、あの、例えばアンティポンっていう人がいるんですけれども、このアンティポンはね、あの、 まあ、真理についてっていう本をね、書いてるらしいんですけれども、これもね、あの、欠片しか残ってないんですね。断片のみ、えー、伝えられてるという本でね、もう、あの、砕け散っちゃってるんですね。で、えー、このアンティポンなんかは、えー、人間の自然な性質があるんだけれども、まあ、欲望とかね、えー、本能とかいろいろあるんだけれども、それを飲、えー、もス、えー、つまり法律が押さえつけてくるんだっていうふう、えー、に考えたわけですね。えー、法的に正しいもの、 っていうのは、えー、自然に反してるって言ってるらしいんですね。えー、まあだから、あのまあそりゃそうですよね。人間楽したいとかってなったら、えー、自分だけズルするっていうことをね、自分だけズルしてもね、あの人のものを盗んだりして、えー、詐欺みたいなことをしながら、えー、楽して生きていきたいっていうね、そういう希望、そういう欲望があるとしてもね、あの法律がそれを邪魔してくるよと。えー まあ一緒に誰かと仕事をしたら、えー、分け前は5対5でちゃんとイーブンに分けないといけなくて、えー、自分だけ10割取っちゃったら、えー、それは罰せられますよというね、えー。その相手からも攻撃されるだろうし、えー、社会的な法律によってもそれは禁止されてるだろうと。そういうアンフェアなことはっていうね。えー、そういうふうにね、あの、対立としてね、取ってるわけですね。えー、ソフィストの一人のアンティポンっていうのはね。でね、えー、っと他にもね、あの、このピュシスとノモスに、 対してね、このペアに対して、ペアというか、まあ対立に対してね、えー、どんな考え方があったか。えー、まあ、これ、先取りの先取りぐらいになっちゃうんですけれども、この後にね、あの、プラトンという大哲学者が出てくるんですけれども、プラトンはいろいろ本を残してまし,まして、えー、そのプラトンの本の中の登場人物たちがね、えー、ピシスとノモスに関してどう言ってるかっていうのを見ていきましょう。あちなみにこれはですね、あの、えー、まあ、 ソフィストばっかりではないです。えー、政治家もいれば、えー、プラトンの兄貴なんかもいて、えー、ともかくプラトンの本の中に出てくる登場人物たち、ペシュスとノモス,ノモスに対してどう言ってるだろうってことをちょっとあの見てみようと。えー、でね。えー えー、プラトンの本で、えー、ゴルギアスっていう本があって、その登場人物の一人のカリクレスっていう人物がいます。政治家らしいんですが、このカリクレスはどう考えてるかっていうと、えー、ピュシスっていう状態においては、まあ自然状態においては、えー、より強いものとか優れたものが多く何かを獲得するに決まってるんだと。弱いものを押しのけてと。でも、えー、ノモスっていうのはそれに型をはめてきて、えー、 弱肉強食が正しい形なのに弱肉強食みたいな形を邪魔してくる、あの、不自然で悪いものがノモスなんだってカリクレスは述べてるらしいですね。えー、まあ、あくまでプラトンの書物の中に登場するカリクレスですけれども。えー、で、次はですね、えっ、ー、と、 プラトンの、えー、これは有名な本ですね。国家という本なんですけれども、えー、授業の中でも触れることになると思うんですけれども、その国家という本に出てくる、えー、この人の肩書はソフィストなんですけれども、えー、有名だったらしい、えー、ソフィストの、えー、トラシュマコスという人。トラシュマコスが何を言ってるかっていうと、えー、強いものの利益が、えー、ノモスにおいて正義とされてるだけなんだって言ってるんですね。えー、まあさっきの話 とはえー、カリクレスの話ととととはちょっと食い違ううころがあるかと思うんですけれども要はこの社会の中で、まあこの当てないだったら、あの、口がうまいやつとかですよね。まあ現代だったらどうなるのかな。まあもうすでに既得権益を持ってる人ですよね。もうあの、例えば、えー、土地を持ってる人とかね、あの、金融資産をたくさん持ってる人っていうのは、もう寝転がっててもお金が、お金が入ってくるっていう、いうような富裕層って現代の日本にもいますよね。当然当時のギリシャにも貧富の差っていうのはあって、もう もあの社会を思いのままにできるようなお金持ちとか、えー、政治的権力を持った連中ってのはいて、えー、そいつらにとって、えー、得になることそいつらが得するようなシステムとしてノモスがあるんであって、えー、ピュシスとはやっぱり全く無関係だよねっていうようなことを言ってるわけですよねこのトラシマコスは。 これ、プラトンのお兄ちゃんらしいんですよね。これも有名な国家という本に出てきた。この人自体結構有名ですね。登場人物の中では、グラウコンという人物なんですけれども、プラトンのお兄ちゃんのグラウコン、何て言ってるかというと、まあ、互いが不正を受けないための妥協的な契約みたいなものがノモスなんだって言ってるんですね。まあ、要はあの、まあ、 協定とか同盟みたいな感じなんだっていうわけですね。まあ、あの、後にね、あの、あの、まあ、 中世ぐらいの、えー、まあ、ヨーロッパの思想としてね、社会契約説っていうのが出てきたり、私たちもあの、社会の時間にね、えー、中学高校の社会の時間でね、あの、社会契約説って習ってると思うんだけれども、こう、お互いが好きかってやったら、あの、争いになってしまうと、えー、戦争状態になってしまうから、そういうことが起きないように、えー、お互いがひどい目に遭わないように、えー、作った妥協的な契約こそがのもす、えー、人間の法律なんだって言ってるんですね。えー まあね、あの、誰かが私のものを盗むっていう不正。えー、その誰かも私に対してそういう不正を行ってきて私のものを盗むし、私もその誰かの、えー、誰かに対して不正を行ってものを盗むしっていう、その無秩序の状態だとお互いに困るから、えー、たまたま、えー、妥協をしてるだけっていう、そういう発想ですね。で、そう、で、罰があるわけですよね。その、えー、契約を、社会的な契約を破るとね。 で、罰がなかったら誰だってズルしたいに決まってるっていうんですよね。このグラウコンは。え誰しも不正を行いたいのがピュシスなんだそ。それが人間というものなんだ。人間の自然的性質、ピュシスなんだ。って述べてるわけですね。ここでもやっぱりピュシスとノモスの対立がね、テーマになってるんですけれども。で、このグラウコンなんでね、あの、ちょっと有名かというとえ、これひょっとしたらウィキペディアにもね、あの、項目とかありそうな気がするんですけれども、ギュゲスの指輪っていう話があってね。このギュゲスの指輪って結構 有名な例え話になってて、えー、まあそれでちょっとこのそれを話したグラウコンはプラトンの登場人物のプラトンの本の登場人物の中でもちょっと有名なんですけれどもギュギスの指輪って何かっていうと要はね魔法の指輪なんですよね。 魔法の指輪で、えー、それを使うとね、えー、ちゃ、私もちょっとうろ覚えなんですけど、確か透明になれて、気配を消せるっていう指輪なんですよね。えー、ドラえもんの秘密道具にありそうですよね。えー、石ころ帽子とかなんとかいろいろあった気がしますけれども。で、その、えー、透明人間になれるギュゲスの指輪を使ったら、要は物が盗み放題だし、まあ人だってね、あの、ザクッと一月にしちゃえばね、あの、暗殺し放題だし、で、えー、自分がやった証拠は残らないと、まあ当時のギリシャなんてね、指紋とかね、あの、ルミネール反応 とかねそういうあの科学的操作もできませんから透明人間だったらもうやりたい放題できると自分だけルールをや破りたい放題でそれがしかもバレないっていう状態になれるんだと「ギュゲスの指輪があれば」ってそういう状態だったら誰だって不正をするよと誰だって好き放題やるよっていうふうにあのグラウコンはねあの述べてるんですよねでまあねあのそういうふうにねあの要はあのな こういう議論がね、あの、土台になってるのは何かっていうと、えー、人間が作った秩序なんて絶対的なもんじゃないじゃないかって言ってるわけですよね。ま、ああの、トラシマコスが言ったね、あの、 強いものの利益が正義とされてるだけだよとか、強いものが得するのが正義とされてるだけだよっていう視点とかもね。あまあ、しかし、紀元前にね、こういうことを言ってる人がいるっていうのはね、まあ言ってる人っていうか、プラトンなんですけど書いてるのは、本当に鋭いと思うんですけれども、当時からこういう見方があったんだっていうね、あの、 まあこれはもう現代にね、現代まで生き延びる哲学だろうなというね、こういう指摘はね、そういう気がしますけれども。で、結局ね、その強者の利益っていうのも、その時代、その場所、えー、その社会における強者ですから、えー、結局その強者がね、あの、誰かが、えー こう追い落とされて、新しい誰かが権力者になれば、その、今度はその人のためのね、あの、利益を図るようなものが、その社会で正義とされるっていうわけで、まあ変わっていくっていうわけですよね。そんな正義とかね、絶対的なものでは、絶対、絶対的なものではないっていうことですよね。で、まああの、そんなこと言うまでもなくね、あの、当時のあの、 そんな難しいこと考えるまでもなく、あの、当時ポリスですからね、いろんな都市国家が乱立している状態だから、ポリスによって全然あの、法律とか違うわけですよ。だから彼らはもうあの、えー、ノモスはもう全然絶対的なものでもないし、唯一のものでもないし、普遍的なものでもないっていうのはもう、あの、 いやっていうほど知ってたんでしょうね、えー。例えばね、あの、さっきペルシャと戦ったっていうあのペルシア戦争の話をしましたけれども、えー、共に、えー、アテナイと、当てなと手を組んで戦ったあのスパルタっていうポリスはね、えー、アテナイではあのデモクラティアが徹底してますけれども、スパルタでは王様がいたりしますからね。王様が二人いて、えー、で、えー、まあ、二人、二人いるってのはね、またちょっと現代人から見ると変わってますけれど、二人いて、えー、まあ、全然アテ,ナアテナイとね、あの、 政治体制が違うわけですよね。まあ、王様二人いるし、あの、議会みたいなものも一応あったから、まあ、そんな好き放題できる暴君みたいな人は生まれては来ないわけですけれどもね。えー、というところで一旦切りましょう。